皆さん、聞こえてますか？大丈夫ですか？映ってますか？無駄に生放送っぽく始めてみました。今、大体のね、YouTuber さんとか、バーチャル YouTuber さんとかね、なんかあんな感じで生放送始めるなと思って、ちょっと憧れてて。生放送ではございません。まあ、簡単に言いますと、YouTube さんの仕様というか、とにかくですね、生放送ができないということが、当日昼に分かりまして、対処の仕様もないということで、今回は収録で、お送りさせていただきたいと思っております。今回私が挑戦させていただくのはですね、画面見ていただければわかると思います。マガジンデビューというですねサイトができました。どういうサイトかと言いますと、週刊少年マガジン編集部が、運営する漫画投稿サイトです。まあ今ですね、漫画投稿サイト、正直言いますといろんな会社さんで、いろんなサイトが出てるんですけども、週刊少年マガジン編集部のこのマガジンデビュー、一番の特徴というのは、投稿していただいた作品に対して必ず編集者からのコメントがつくということなんですね。で、この、マガジンデビュー、サイトの使用上ですね、読み切りも投稿できますし、連載作品も投稿できます。まあ連載作品各話にコメントをつくというのがですね、なかなか今は難しいんですけれども、少なくとも一つの作品において一つ必ずコメントがつく、で作品によっては一つ以上必ずコメントがつくということで、今回は、この放送中にとにかく僕がどんな風に投稿していただいた作品を拝見して、でどんな風な感想を持って、でどういう風にコメントつけるかということを一連、ご紹介するとともに、週刊少年マガジン編集部のメンバーをですね、編集部員を紹介できればなと思っておりまして、それも、この放送の中でやっていければなと思っております。というわけでですね、まずは一番最初、僕からですね、簡単な自己紹介をしようと思っております。というのもですね、このマガジンデビュー、このようにですね、向かって画面左側に投稿していただいた作品、そして画面の右側にですね、その作品についてコメントがついた、そのコメントのですね、まあ新しい順にこう並んでるんですけれども、まあこのですね、このアイコンがですね、各編集者のアイコンなんですね。このサイトを作るときに登録した自分のアイコンなんです。で、僕のアイコンはこちら、ツイッターでも使ってるやつですね、一緒のやつなんですが、まあこんな感じで、自己紹介に載ってます。まあここにもですね、簡単に自己紹介に載ってるんですけれども、それ以外にもですね、もうちょっと詳しく、まずは自分の自己紹介をさせていただければなと思っております。今ですね、私が、週刊少年マガジン編集部に配属されて、今年で丸10年やって11年目ですね。いやー、ちょっと言葉に出すと重たいですね、11年目ってね。どえらいキャリアやんけみたいな風に思っちゃいますけど、丸10年やりまして11年目になります。週刊少年マガジン編集部に配属されて以来、ずっと、週刊少年マガジンで、働いておりました。なので他の雑誌のですね、キャリアなんかは全然なくてですね、まあ、読まないってことはないんですけれども、そういった雑誌の、編集者をやっていたキャリアがなくてですね、まあ、とにかく、10年マガジン1本でやってきました。で、本当にですね、いろんな漫画を担当させていただきまして、それこそ一番最初に、担当させていただいたのが、ダイヤのエース、今も連載してますね、週刊少年マガジンの、大人気野球漫画、寺島先生に一番最初担当に、入れていただきまして、2年目に、初めの一歩の担当になってですね、あ、これは僕はもうこの先生からですね、スポーツ漫画というか、そういう漫画人気を取り続けてきた漫画なので、まあ、そういう風な漫画をですね、立ち上げるように頑張るぞと思ってたんですけど、どうもですね、なんか立ち上がってヒットしてきた作品を見ると、結構ですね、コメディというか笑える漫画というか、そういう風な漫画が僕はすごく担当作品にヒットすることが多くて、なので、マガジンデビューに関しましては、僕はとにかく笑える漫画、ギャグの漫画、そういう作品を担当したいなという風に思って、いつもこのサイトを、拝見しております。このですね、サイト見ていた、マガジンデビュー見ていただきますと、僕がですね、担当している作家さんが、見る、ことができます。例えばですね、ちょっと一回画面戻りますけれども、例えば、こちらの作品担当割となってて、まあ、担当の方コメントをやっていただきますと、まあ、中田、彼ですね、週刊少年マガジン編集部の後輩になりますけれども、例えば彼なんかは、いろんな作家さん担当しています。今ここでパーッと見ていただいても、お一人、お二人、3人、4人、5人、6人、7人、8人、9人、
まあ、すごい数のですね作家さん担当、してますね。あのこのマガジンデビューで、出会った作家さんもすごく、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、こんな風にですねその各担当各編集部員が来たらどんな風な、指針で担当しようと思ってるのかみたいなことも聞ければなっていうふうに思ってます。じゃあまずどんな漫画が読んでいくかっていうとですね、まあ、まずはですねマガジンデビュー史上あの閲覧者が多かった反響が大きかった作品を、まずは皆さんと一緒に見ていこうかなというふうに思うんですけれども、こちらの作品見ていただこうと思います。僕もですね拝見させていただいて、で、これが中谷先生ですね、中谷浩平さん、報復の茜団地という作品です。で、まあもうこの1ページ目のカラーから相当ですね期待感があると思うんですよね。どうも少女が立っている、そして立っている場所は屋上だと、そしてその少女と、目が合っているこのドクロ、このドクロのですねもうあの佇まいからして雰囲気バッチリというか、すごくですねあこの作品読んでみたくなるなというような、とても印象の強い、一枚絵になっているなというふうに思います。ページをこうめくっていくと、この作品すごいのはその中谷さんすごいのはこれでフルカラーなんですよね。で、当然ですね、マガジンデビュー、投稿されてなんでフルカラーでも投稿できますけれども、全然白黒でも全然大丈夫ですってことだけは伝えておきます。で、僕はですね結構読むのが早くて、かなりのですねいいペースで読んでっちゃうんですよね。で、ここら辺まで読んでいって、ああなるほど、この主人公がどうも漫画を描いているが、このリコちゃんというクラスメートに、いじめを受けているんだなということがまず冒頭に読み取れるかなというふうに思います。さらに言うと、ここ黒の縁取り、あの枠線のですね外が黒く、塗られてますので、ああどうもここは、あれなんだろう、過去回想なんだろうと。で、ここからですねこのページで言うと、11ページ目から、現代の目線に戻るんだなというふうなところは、すぐ終わりお分かりいただけるかなと思います。で、読み進めていきましょう。で、そのリコちゃんとの鎖はまだ続いていますよと、主人公は名前を聞くだけでもびっくりとしてしまうと。まあ、この辺のですねその主人公のリアクションからしても、この小学生時代が非常にですね彼女にとっては辛い思い出というか、まあ、心に深くですね刻み込まれているっていうのがよくお分かりいただけるかなと思います。自分の名前じゃないですからね、これ彼女がリコちゃんっていう名前で、あ呼ばれてるんだビクっていうことではなくて、リコちゃんというのは彼女をいじめていた人で、でその人の名前を聞くだけでも何かなと思ってしまうというような、で、まあ、その原因はその1ページ前のこの3コマ目というようなことがずっとあったからっていうことなんですね。で、主人公の名前はさよさん、さよさんは今日もリコちゃんに目をつけられて、小学生の頃と何ら変わらない、いじめが続いています。で、ですね、これ結構激しいいじめで、もう暴力も振られてるんですね主人公のさよさんで、こうなってくると読み手としては僕のが思った感情っていうのは何なんだろうと、このさよさん、リコちゃんから一方的にずっといじめられているが、この、主人公がいじめられる原因っていうのは何があるんだろうというようなことがまず気になりましたっていうぐらい、かなり過激というか激しい、いじめの描写がありますよね。で、ページを読み進めていくと17ページ目の一番最後で、マジでイラつくわと、あの目マジでイラつくっていうのがあって、目つきが気に食わないみたいな話になっていく。で、いやまさかそれだけであんなに激しいいじめはしないよね、何かあるんだろう、リコちゃんがさよさんをいじめるのは何かあるんだろうと思ったら、まあ、リコちゃんのいじめは続いていて、今日は池に靴が投げ捨てられていました、自分のある、その靴を拾って帰るところ、もうこのですね濡れた靴で歩くところの音がですね僕もものすごくいいなと思いましたね。めちゃくちゃリアルで、本当に濡れたスニーカーで歩くとこういう嫌な音がするんですよね、水を含んだグポーみたいな。で、まあこの音の描写とか、あるいはここの引きの絵で、ああ彼女がもう限界なんだなっていうことがすごくよくわかる。一番最後、このページ一番最後にもう疲れたなってセリフがあるんですけど、
この彼女が疲れ切ってしまったっていうのがこの歩き方、これ明らかにこの歩き方はもう軽快に歩いてないですからね。そしてこの一人ぼっちの佇まいで、ああ彼女がもう限界なんだなっていうことがこのセリフも合わせて非常によくわかるというような構成になってますよね。で、飛び降りる気かまあまあちいな、死ぬべきかが他にいるだろう、まあ謎の存在が現れる、この漫画ならではの、フィクション的な存在が現れます。で、何なのあなた、そのちゃんとフィクションの存在にツッコミを入れて、あなたは何なのか、まあ読者が思うことですよねを、主人公が実はきちんと突っ込んであげてます。そうすると、まあお前が呼ぶから来たんだぜというふうなことで言って、で彼は衝撃なことを言います。俺の言うことを言う通りしなかったらお前はいずれあのバカどもに殺されちゃうよってことを言うんですね。でここでその、俺の言うことを聞くか聞かないか、あるいはつまり生きるか死ぬかの選択をこの骸骨は迫ってきます。でそうすると主人公がいじめてたリコちゃんが呼び出される。物語がどんどんとクライマックスに向かっていきます。で主人公のですね、主人公いじめてたリコちゃんが、質問されるわけです。なんでこんなに苦しめてたのか、どうしていじめてたんだ。これはまさに読者がですね、思ったことと全く同じことを、聞いてくれるわけですね。で読み手もそれが知りたかったなと思ってページをめくると、そうすると目つきが気に入らない、なんだかこっちがバカにされるような気がして、つまり大した理由じゃなかったんですよね。でそこででも、そこにもまたリアリティがあるというか、明確な理由がなく、ただなんとなくでものすごく苛烈ないじめが始まるっていう、そしてだからこそ主人公は、絶望してしまうっていうようなリアリティがありますよね。で制約が始まります。リコちゃんは泣いて許しよう、そして彼女の反省が最高潮に達したところで、でこういう風になってしまう。それでここからがやっぱりこの漫画すごく印象的で、いじめっ子がやら、報復を受けました、よかったですね、で終わらないんですよね。でいつかこの日を思い出して後悔する時が来ると思う、だけどありがとうっていうことを主人公が言うんですね。ここの主人公の、心の動き、まさにこの漫画のこのキャラクターでしか言えないような、とってもいいセリフが入っていると思います。つまり彼女はやられました、よかったっていうふうにもろ手を挙げて喜ぶ人ではない、だけど今日このことに関しては感謝してるっていう、すごく複雑で繊細な人間の心が描けてるなというふうに思いました。で一番最後のオチは、自分が小学生の時にいじめられてたことを、まあそれがネタフリになって最後オチが回収されるっていう、このオチもすごく素敵だなというふうに思います、っていうふうな、漫画になっていて、これが38ページですね。とってもいい内容だったなというふうに思っています。で僕はこの漫画を、拝見した時にコメントを早速つけさせていただきました。そのコメントがこちらです。まあさっき言ったような、靴履いた時の音も良かったですよね、リアリティがありました、そしてまあ、とにかく実力が高いですよと、すごかったです。で、靴もが履いた音良かったですし、そういった観察力は漫画の中のリアリティを生んでいて、でとっても良かったと思いますというようなコメントを残しました。で最後、僕はできる限りその漫画のですね、ここが良かったと思いますというところと、あ と,、こうしたらもっと良くなったのかもしれませんというところで、いいところとこうしたら良かったんじゃないかというようなところを、一個ずつ、コメントするようにしていて、あえて言うなら、主人公が、最後ですね、ずっと座ったままだったんですよね。リコちゃんが、泣いて許しを請うシーンがあったと思うんですけれども、あそこでですね、主人公は、まあ、ずっと、体育座りをしてですね、彼女が特にアクションを起こしてはいなかったっていうところがありまして、あここですね、ここで主人公のさゆ、ちゃんこの聞いてるんですけど、リコちゃんの謝罪を、ただですね、それに対してのリアクションを取らないんですよね。でここがですね、僕がちょっと主人公の、態度がですね、やや受け身すぎるのかなと
つまり彼女が主人公はですね、やはりどこかで決断をしなきゃいけないんじゃないか、あの自分をずっといじめてきたクラスメートを許すのか許さないかっていうことをもう少し態度で示していいんじゃないかなと思って、そこだけコメントをしました。まあこんな風に、コメントしたり、コメントをするときは、僕はそういう風な、まあ、考えを持ってやっています。というわけでゲスト的な人が欲しいですよね。どうも、よろしくお願いいたします。お名前からよろしいでしょうか。マガジン編集部の橋本です。はい、橋本さんということで、僕の一つ上なんで今年12年目になりますか。いやいや、11年目じゃない。11年目11年目じゃない。今年っていうか、その次の4月でしょ。うん、11年目じゃない。11年目じゃあもうサバなんだね、1個。そうね。まあまあ、いいんじゃないですか。11年目で。で、今担当作品でいうとどんなものがあるんでしょうか。シューマガでデイズ、マコさんは死んでも自立しない寄宿学校の主編、はい、別マガでフェイトグランドオーダートゥルスレアルタ、マガポケでデイズ外伝、君が僕らを若まってるところ、殺人予告はあの頃恋にあらずで、来週から絶望の楽園で、漫画ボックスで、異常者の愛で終わっちゃったけど、ついこの間まで骨隠されまで担当しました。過労死するんじゃないですか。何本担当してるんですかっていうね。10本ぐらい。10本、すごい。これはもう、いやもういきなりイエスが来てくれて、私、本当にありがたいです。橋本さんが、はい、まあ、マガジンデビューで、うん、まあ、いった投稿者の方々の作品を見て、まあ、例えば、その担当希望するということも当然あると思うんですけど、うん、まず、どんな風なところを大事に、されてます。その漫画で、こういうところがあると、僕、面白いと思っちゃうんだよなとかっていうので言うと、どんなところですか。ぜひ教えてください、改めて。美学がある。美学がある漫画。という具体的に言うと、なんかこう、なんていうんですかね、漫画描くために漫画描いてない感じ。なんか、描きたいシーンとか、はい、セリフとか、はい、何かその自分の中の美学を表現するために漫画を描いた、うん、だから、漫画を描こうと思って、さあどんな漫画描こうかっていうよりは、こういうことを言いたい、表現したい、描きたい、だから漫画を描きましたみたいなのが、なんか伝わってくる漫画を読むと、ちょっとキュンとしちゃう。なるほど。やっぱそういう風な美学を感じる漫画にやっぱ担当希望をやっぱ しがちだと。そうですね、しがちだと思いますね。で、あとはまあやっぱり、特にマガジンデビューってその同じ作家さんが何回も、そうですね、今のところ投稿してる方がくれることも多分これからもどんどん増えていく、増えていくと思います。やっぱり僕ら、はい、意外と覚えてるじゃないですか、はい、月齢賞読んでも新人賞読んでも、あ、この人、あの方だ、うん、この人はこんなに上手だったんだとか、はい、やっぱりその時点で上手いか下手かっていうのももちろん上手な方がいいと思うんだけど、やっぱり前作踏まえて、あ、ちゃんと上手くなってるねっていうのとかはやっぱりすごいすごいポジティブでね、うん、あと同じ作品、例えば50ページとか60ページとか長い作品の中で明らかに1ページ目より50ページ目の方が上手いみたいな、うん、やっぱちょっとキュンとしますね。なんか作家さんの中ではそうするとやっぱちょっと最後と最初で絵柄が違いすぎるとかを気にされる方もいるんですけど、うん、まあくまで読者はちょっと分かんないですけど、僕ら編集者目線からするとすごい50ページ書く間に成長している。でこれ多分いろんなことを考えながら一コマ一コマ丁寧に、真剣に書いていかないとたった50ページで成長ってしないと思うんで、やっぱそういうのを見るとそれはちょっとこうグッときちゃう、うん、っていうところがありますね。なるほどですね。結構僕はですね、そのコメントをつけるときに、はい、今までの自分の経験から言うと、まあ、新人作家さんで例えばこうコメント何かこう例えば持ち込みとかですよ、まあ、作品読んでこうしたらいいんじゃないかなっていうようなことを伝えるときに、うん、僕の肌感覚で言うと、あまりに細かく指摘をすると、こう逆にどうしたらいいか分からなくなっちゃうっていうようなところがあるのかなと思っていて、僕は割と、コメントを一番最初のページに、まとめて全体の総評を結構コメントするっていう感じが今までの僕は結構パターンなんですよね、はい、自分のやり方としてはそういう風にやってるんですけど、橋本さんのコメントをちょっと見てみると、結構細かくコマごとにコメントされたりしてますよね。そうですね。ただ、そのコマに対して言及しているっていうよりは、はい、例えば最初の方にコメントしたと思うんだけど、はい、視線誘導って結構大事な考え方ですよっていう、なんか全体的に伝えたいことはあるんですよ、はいはい、その
読者がどういう順番で漫画を読みますか。それは読者ってのは基本的には吹き出しから吹き出しを追って、絵はやっぱりキャラクターと目が合うところは追ってくれるけれども、吹き出しから吹き出しっていう目線の動線の中にない絵ってちょっと視界に入りづらいですよみたいなこととかって、漫画描く上で多分すごく大事なことだと、まあ個人的には思うわけです。でそういうことをこの作家さん、この作品描いた人には伝えた方がいいなって思った時に、でもそれをじゃあ総評として伝えちゃうと、具体的にどういうことですかってきっとなっちゃうと思うんですね。だからそれが一番端的に伝わりやすいコマを見つけて、そのコマに例えばこういうコマだとこういうふうに読者の視線が動くから、あなたが多分見せたかったこの要素っていうのは読者の目線の中に入ってないですよっていうことを教えてあげた方が、ああそういうことかって腑に落ちると思うんだよね。だからどちらかというとそのコマごとにコメントしているというよりは、作品を通して読んだときにこの作家さんにはこういうことをお伝えした方がいいだろうなっていう感覚がまず自分の中にあって、それが一番具体的に出ているページやコマを選んでそこでコメントすることで、ああこういうことかっていう気づきを、まあなるべく早く、まあ、考える手間を省いて伝わるようにしたいなと思ってるんで、そのコマごとのコメントっていうことを回して、そうですね、結構この結構マガジンデビューの機能でもあるんですよね。その画期的な機能の一つでもあって、結構コマごとにコメントができるっていうようなところを、まあこれ結構上手に活用されているなというというか、まあ単純に今の話を聞いてもめちゃんこ考えてコメントしてるなっていうのがまあよう伝わったと思うんですけど、なるほど。今後マガジンデビューにどんな漫画を期待しますか。というのは橋本さんはやっぱりその、現場の編集者の一人でもありますけども、マガポケのチーフ、マガジンポケットのチーフというですね、立場でもあると思うので、で今マガジンデビューコンペをやっているじゃないですか。担当作家、マガジンデビューで担当がついて作家さんたちだけで、コンペをすると。でコンペ通過作品はマガジンポケットないし、別冊少年マガジンに掲載されるっていうコンペをやってるじゃないですか。なので、まあ、チーフとしてどういう漫画が欲しいみたいなのとかって何かあります？いや、まあ、チーフとして欲しい漫画って言っちゃうとやっぱりさっき言った美学なる漫画みたいにまずなっちゃうと思っていて、でどんな人に投稿してほしいかっていうと、これやっぱり、マガジンデビューって僕らしかコメントできない。まあそうですね、読者の方はコメントできないですよね。そうそうそう、これ編集者しかコメントできないですよね。でその PV 数でのランキングとかも確かあんまりその押し出してなくて、はい、相当すると新着が一番前にあって編集部おすすめ、要するに担当付きがあって、で閲覧数期待数っていう順番になってるんですけど、つまりですね、これやっぱりそのなるべく多くの人に読んでほしいっていう人にはそんなに僕向いてないんじゃないかな。ああこのサイト自体、このサイト自体、そうですね。だからやっぱりあくまでもその自分は漫画家になりたいんだ、この漫画をいろんな人に読んでほしいっていう気持ちはもちろんあるんだけど、とにかく漫画家に応用してくれ、で漫画家になるために必要なアドバイスを我々私は今欲している、みたいな、やっぱ人に使ってほしいし、そういう人とが一番コミュニケーションが成立するんじゃないかなと思っていて、だから厳しい言い方すると褒めてほしいだけの人とかはあんまり向いてないと思っています。まあその閲覧数が欲しいみたいな、例えば、何でしょうね、変な話ですよ。例えばツイッターでリツイートが5万いきましたみたいなことが、そういう気持ちが満たせるサイトではないんですかね、作りとして。で結局僕らもそういうつもりでこのサイトを使ってるので、ベタ褒めして終わることってあんまりなくて、なんか一つぐらいはこの人が次の作品を書くときに、前に進めるように、もっといい漫画を書けるように、何か一つぐらいは指摘というか、アドバイスを最低でもどんないい漫画にでもやっぱしなきゃなっていう気持ちが、僕らの中にどうしてもあるので、絶対に、まあ、言い方あるけど絶対にケチつけることに、そうですね、まあ、どっかでなっちゃう、でそれをが本当に嫌な人は多分やっぱり向いてないと思うし、それを持って何クソと思って、次の作品をまたすぐ描ける人、っていう人にやっぱり一番来てほしい。そうですね、まあ、僕は漫画家になりたいと思ったこともなったことも当然ないので分かんないんですけど、どうも話を聞く限り漫画を描くっていうのはすごいタフな作業、非常にハードな作業だと、はい、はい、まあ、らしいじゃないですか、はい、まあ、担当作家見てるのすごい分かるんですけど、はい、分かりますね。やっぱそれに対して、そういうことを職業にしていくっていうのってやっぱり辛いと思うんでね、ある種ね、でもそれが楽しいことでもあると思うんで、まあ、そういう、将来の目的、有名として漫画がデビューっていうことがね、ある人の投稿がやっぱ一番嬉しいかな、そうですね、まあ、そうじゃないと意味がないかなっていう気がするよ。本当に今マガボケベースっていうところで漫画家さんに話聞いて、でどんなその絵を上手くなってどうしたらいいんですかって話を
を聞いたときに、やっぱり気づかないとダメなんだっていう、あ、こうしたらかっこよくなるんだ、こうしたら可愛くなるんだって気づきの数で、やっぱり絵って上手くなってきますよって話があったんで、そうですね、まあ本当に我々のコメントで、何かその次の作品に生きる気づきが本当に生まれたらいいなというふうに思うんですよね。あとやっぱり作ってみて思ったけど、はい、やってみて思ったけど、はい、楽しいね。そうですか。なんかほら、もうそんなに持ち込みとか、あーでもそうですね、我々はもうそうですね、年代的には的に見ないし、でそんなに持ち込み会とかも僕ちょっとその編集部に張り付いてるのが多いんで、はい、あんまり行かないので、行かないですかね、その新人さんの原稿を拝見するっていう機会がやっぱなくて、そうですね、なんかやってみて、まあ、コメントしてないまでも読んだりしてるんだけど、はい、やっぱするとやっぱ新鮮というか、はい、なんかやっぱり刺激受けるのが、そうですね、すごい楽しい、やっぱ新しい人、知らない作家さんの読んだことない原稿を読むってやっぱ編集者にとっては刺激的だし、刺激ですよね、楽しいことだなと思って、うん、本当作ってよかったんじゃないかなと思ってますけど。あれ誰が一番最初これ作ってたんでしたっけ。僕かな。僕かな。このね、あのちゃんとオチを用意しましたよ。オチへの流れを俺はちゃんと作りました。はい、というわけで橋本さんでした、ありがとうございました。これからも投稿してます。はい、ありがとうございました。ちょっとですね、一番最初の初手の人選としてはちょっと危険というか、以降のこれ今後出てくる人がちょっとこう言い方悪いですけどバカに見えちゃうっていうか、大丈夫かなっていう感じなんですけど、まあまあまあ、ですね、橋本さんという方でした。それではですね、次に、一緒に拝見した作品ですね、マタオさんという方ですね。このマタオさんという方はですね、おそらく初投稿だったと思います。僕もですね、作品を読むのも初めてだったと思いますね、間違いないと思います。そしたら読んでみましょう。投稿ありがとうございますということで、まずは1ページ目からと。まあさっきですね、笑える漫画が僕は好きなんですっていう風に言ってたんですけど、まあザ笑える漫画が来ましたね。まあまず羊田先生という先生がいて、でまあこの羊田先生がツッコミ役ですよと。で、主人公がこの人で、サトルくんという人なんですよね。サトルくんという少年で、で、まあ一番最初3、まずですね、ページめくって2ページ目、1ページ目でさあ夏休み今日から入りますよっていう風なところから始まって、ページをめくって夏休みの宿題が終わりましたよっていう風に、もうページをめくってもうここでですね、キャラクターがどんなやつなのかが分かる、なんとなくつかめる構成になってて、まあまずすごくつかみがお上手ですよね。結構ですね、この1ページ目というかですね、まあ、あの紙の雑誌見開き単位で考えると、左側のページのですね、一番下のコマに、まあ、こういう風にですね、このサトル君っていう少年何かあったのかなっていう風に、次どうなるんだろうってコマを置くのって非常に効果的で、まあ、つまりページをめくらせる力がすごくあるコマを置いてページをめくらせようっていうのが、まあ、言ったらよく言われる漫画のテクニック一つなんですね。でそのテクニックをこの方しっかり押さえてらっしゃるし、さらに一コマ目にもすごく印象的な大きなコマ、さらにキャラクターの魅力が分かるコマを置いてて、あのすごくお上手だなという風に思いました。つかみがすごくお上手で、そこからも結構ですね、畳みかけるように続いていって、夏休みの宿題が終わってよ、じゃあ次のページで、お天気調査がありました、お天気調査でまず一ボケ、ページをめくって読書感想文、ここもさっきのあれですよね、次のページどうなってるんだろうというめくりを気にさせた構成になってます。でページをめくらせて、で読書感想文があって、読書感想文でまず次一ボケ、次にもう隣のページに移ると、自由研究で、さらにもう一ボケ、こういう風に、1ページに1つないし2つぐらいの単位でサトル君の行動とそれに対する先生のツッコミがセットになっていて、つまり1ページに1回確実に笑える構成になってますね。大きなところで言うと1ページに1回、サトル君の行動、先生のそれに対するツッコミっていうのがあって大きく笑えることになってるんですけど、さらにその細かいですね、例えば、ここの5ページ目の1コマ目のセリフであるとか、あとはもう僕が一番好きだったセリフはここですね、先生は目も鼻も咲かなかったですけど、なかなか
同士面白かったですよっていう、もうものすごくそのサトル君らしい上からのですねコメントで、まあこういうですねあのキャラクターの魅力が出たセリフが端々に入っていて、細かいところでも笑えるようになってて、すごく読み応えがある作品になってるなというふうに思いました。これなかなかいい漫画ですね。しっかりですね、ページとしてはかなり、読みやすい、10ページで構成されてるんですけど、あの10ページで構成されていながらしっかり10回笑えるっていうような構成になってて、非常に読み応えがあっていい、漫画になってるなというふうに思います。コメディをやろうとするときに結構ですね、例えばありがちなのはそのキャラクターがどんどん増えていて、例えばサトル君がいて、サトル君の友達がいて、サトル君のお母さんがいてみたいな感じでキャラクターがどんどん増えていって、その人たちがまたボケ始めてっていうような感じになるったりするってことが結構よくあるんですけど、あのそれだとですね結構キャラクターの印象ってぼやけちゃったりするんですよね。キャラクターが増えれば増えるほど当然キャラクター一人一人に当たるスポットライトの量が減っていって、結果印象が薄くなっちゃうっていうようなことが結構ありがちなんですけど、この漫画はですねそういうこともなく、しっかりサトル君の面白さを伝えようというふうに、そういう構成になっていて、そこが素晴らしいなと思いました。面白い漫画だったと思います。その上で、マタオさんが、次の作品もっといい漫画になるようなことをコメントしたいなと思うんですけど、ちょっとコメントしていきましょうか。よいしょ。ですね、これ編集者のアカウントだけなんですけど、こういう風なページがあって、コメントをすることができます。ちょっと実際にコメントしていきましょう。もしかするとこの羊田先生にもう一味あってもよかったかもしれませんね。その意外と羊田先生が奥行きがあるキャラクターというか、彼がですね、実は大学生の時バンドを組んでてとか、あのいろんなですね黒歴史が出てくるんですけど、その黒歴史がですね、まあ言ったらですね過去こういうことがありましたよねっていう過去回想というか、そういう風な感じで、まあ、紹介になっちゃってるんですね。でその紹介するっていうのはどういうことになるかっていうと、そのキャラクターの情報になってしまっていて、大事なのってそうじゃなくて、その情報よりも実際その人がどう行動するかとか、どういう風な思想持ってるかっていうところで、これすごく、サトル君が、キャラクターが立っているので、羊田先生がもう一味あるとより印象が強くなってるかもしれないなっていうふうに思いますね。まあすごく難しいんですけど、若干羊田先生が結局ツッコミなので、羊田先生のツッコミがもう最後の方になるともうギブアップになっちゃうんで、もうクソ練習はやめてくださいっていうような感じになってしまうので、でそういう風なところまでいくと、例えば人によっては若干サトル君の効果が下がるっていうようなところも考えられますし、羊田先生のツッコミ、ただつまり彼は先生なので、先生としてどういう風な気持ちで教壇に立って、どういう風な態度を持ってサトル君と接しようとしているかっていうところをもう少し出して、そこを羊田先生のツッコミに織り込めたら、もうちょっと羊田先生のキャラクターがサトル君に負けないぐらい立って、あ、この漫画サトル君面白いなじゃなくて、この2人面白いなっていう風になったら、単純に漫画の魅力が倍化するわけじゃないですか。そういう風なところを狙っていってもよかったかなというふうに思いますね。多分サトル君をまずの面白さをしっかり見せていこうということで、羊田先生のキャラクターを多分おそらく作家さんはあえて狙って控えめしてると思うんですけれども、もしかしたらそこ欲張ってもよかったのかなというふうに思いましたね。まあ、こんな感じで僕は毎回マガジンデビューコメントさせていただいております。というわけで、2人目のですね、編集者の方が来てくれました。ではちょっとお越しください、どうぞ。というわけで、2人目の編集者の方はおつくんです。ちょっとですね簡単に説、どんな、経歴なのかっていうのを伺いたいんですけど、はい、おつくんは僕の2個下の後輩になるんですよね。と、ね、はいうことは、マガジン編集部8年目になるのかな。そうです。そうですね。今担当されてる作品はどんなものがあるんでしょうか。風化と、はい、リアルアカウントと先生好きですっていう漫画を担当しています。はい、週マガだと、その3作品他にはどんな漫画担当されてるんでしょうか。マガポケで、はい、暴虐の結構っていうやつと、はい、あとクラスに彼女が2人いるっていうのを担当しています。なるほどですね。
マガジンデビューで、まあ、いろんな漫画、普段いや、毎日読まれてると思うんですけど、まあ、例えば大津くんが好きな漫画ってどういう漫画ですか？こういう風なの見るとうわ面白いと思っちゃうとか、こう読んでて一箇所こう目に留まるところっていうか、うんうん、そのガッと心を、まあ、多分びっくりとは違うのかもしれないけど、うん、なんか心を掴んでくるような瞬間がある漫画だと、まあ、その多少あらがあったりとか、うん、何かその総合的に見たらちょっとみたいなのがあったとしても、うん、なんか一箇所そういうポイントがある漫画っていうのが結構いいなって僕は思いながら見ますね、うん、そしたらもう本当に絵だろうがセリフだろうがシチュエーションだろうがあるいはストーリーだろうが何かどこかにこう驚かせてほしいっていうようなことを、そうですね、見たことないものがあったりとか、まあ、うん、まあ本当にそうですね、なんかグッとくるものが1個あればいいなって思います。なるほどですね。まあ、あとは例えばなんですけど、今、おつくんがこうマガジン、デビューで、担当されてる作家さんが、2人いらっしゃるってことなんですけど、どういう風な作家さんにこう担当希望しようって思います？あ、だからそれも今言ったのと同じかもしれないです。結構やっぱり変わるな。そう、あの一つ何かいいなっていうのが、まあ僕の中で、まあその多少 LINE というか超えてるなって感じがしたら、まあこうお声かけさせていただくみたいな感じかな。なるほど。その LINE って何だろうな、こうちょっと難しいですか、言語化は。何なんですかね、うん、でも、まあ、それは単純にやっぱり、うん、なんて言うんですかね、グッとくるものがあるか、うんうん、心を動かされるかどうかっていうことなのかな、うん、なのかなとは。なるほどですね。言語化しなきゃ編集者いないんですけどね本来はそういう仕事なんだけどね、本当ね、はい、あの、まあ、結構毎日マガジンデビューコメントしてもらってるんですけど、どうですかマガジンデビュー今使ってみて、あ、今思ってる、あのこのサイトについて思ってることとか、そのユーザーさんに何か対して思ってることが何かあります？あ、意外とかなり短い漫画が多いじゃないですか。あ、そうだね。で、割とその短い数ページでその、まあ、頑張って起承転結を入れようとしたりしてる漫画が多いかなと思うんですけど、やっぱり40ページ50ページぐらいやっぱ書けた漫画をもっと増えた方が、あ、なるほど、僕的にはなんかその上り上がりきる前に終わっちゃってるなっていうのが結構傾向としては僕の感覚だとあるかなって、まあそういうなんか断片を切り取るような漫画とかは全然それでもいいと思うんですけど、やっぱりそのまあ当然プロの作家さんってマガジンの書いてる人って20ページで毎回そのやれてる、まあストーリーは基本ねやってるんですけど、でも多分それってその内容新人さんがやろうとしたら、まあ40ページ50ページ、まあ当然そのプロの人の方がまあ、まとめるのが前からどんどん削ぎ落とされてこうっていう考えると、やっぱりある程度尺をかけないと、まあそのなんだろうな、バシッとしたものになりにくかったりするのかなと思ったりしたので、なんかあのまあ大変だと思うんですけど、まあ40-50ページある作品が増えるといいのかなって。そうですね、あのそうなんですよね、その普段例えば新人漫画賞で50ページのページ制限があるんですけど、例えば MGP なんかだとページ制限ないし、で当然そのマガジンデビューのページ制限ないから、もっとボリュームある作品もねたくさん読みたいなと思いますよね。だいたいその結構10ページないぐらいの作品もかなり多いんで、一番最初に紹介した作品なんかはまあ40ページ弱の作品だったんですけど、割とやっぱりそういう作品もっと増えてほしいなっていうふうにはありますね。ありがとうございます。いや、なんかもうちょっといいこと言いたかったはい、ありがとうございます。それではですね、次は、姫ココさんのアウトサイダーズワールド、こちらの作品を拝見していきたいと思います。姫ココさんはですね、僕一作読んだことがあって、ちょっとですね、今回どんな感じなのか、以前読んだ作品はサンっていう作品で、非常にですね、あの心が温まるような優しい物語だったんですけど、おっと今回ももうこれはだいぶ攻めた感じ。はい、なるほど。
まあ、今回の作品は、前回読ませていただいた作品よりもだいぶですね作品の印象が変わって、まあキャラクター主人公がですね社会人っていうのも当然あるんですけど、まあ、やっぱり作品の雰囲気がガラッと変わったそういう風なテイストになってますね。で、まあ、主人公のこの女性がですね社会に出てうまくいってないと、まあ、就職活動も、というよりはこれは転職活動ですねがうまくいっていなくて、まあ、非常にですね悩んでいると。まあ、僕自身もですね恥ずかしい話なんですけどとにかく就活うまくいかなかったので40社ぐらいいろんな業種受けましたけど内定全然出ませんでしたからね。本当に辛いんですよね内定もらえないのって。まあ、こういう風なですねその選考結果のお知らせみたいなことをもらう辛さっていうのはすごく僕もよくわかるんですけど、あの非常にですねここの辛さの表現っていうのがめちゃくちゃわかるな、こういう風になるんだよなっていう描き方のリアリティがあったなというふうに思います。お前はいらない存在だそう証明されているようだっていうここのセリフ、あの本当にあの僕自身もそういう風に感じたことがあってすごくあのこの辺のリアリティがあるなと思いました。でページめくってここからこの漫画ならではのところあの漫画ならではのフィクション部分が出てくるんですけど、実はそういう今、うまくいっていない人がアウトサイダーとして認定されてその人たちが集められるアウトサイダーズワールドっていうところがあるんだよ。で、そこにまず行くためにアウトサイダーって認定される条件は、まだ世間には公表されていなくて、ただその施設を卒業後は優良企業の就職が約束されていて国からも卒業生の定職員の方が優秀さから認められ熱い支持を受けているんだと。つまり、まあ、ここのアウトサイダーズワールドに行ってそこから卒業できたら、まあ、言ったらそのすごく人生逆転できるっていうかそういう風な施設なんですよね。で、まあ、言ったら夢の施設だと。ただその夢の施設っていうのが逆にどんな場所なのかっていうところが気になるんですけど、やっぱりそれがですねこうやってページめくるとここで終わっちゃうんですよね。さっきのオツくんの話でも、そうなんですけど、せめてアウトサイダーズワールドっていうものが呼び手側はやっぱりわからないのでそれがどんなものなのかっていう風なのがわからないと興味の示しようがないというかすごく興味を示すのが難しくなっちゃうんですよね。あのこんな素敵な国があるんで、え、どんな国なんですか、いやそれはまだ言えないんだっていう風な話になってしまうと、あ、じゃあ、別の漫画読みますっていうようなことにもなりかねないので、やっぱりですねこういう風なこの漫画ならではの、設定、例えばこの漫画で言うとアウトサイダーズワールドですよねっていうようなものを提示したらそれがどんなものなのか彼女自身がその場所を見て何を思うかっていうところまではせめて書いてほしかったなというふうに思います。もちろんですねこの漫画あの連載形式の漫画だったので、次以降のですね話でそこが入ってくるとは思うんですけれども、できればですねあの1話の中でそこまで入っていただきたかったなというのが僕の感想ですね。それでやっぱり僕はですねその例えばこの、姫子さんの漫画読むのがあの2本目なんですけど、やっぱり2本目ってなるとそのどっちが好きだったかっていうのをやっぱりちょっとコメントしたくなっちゃうんですよね。僕はあの前の作品も作風が全然違って、どちらもですねあの非常に印象的には印象に残る作品ではあったんですけど、前先にこっち先に言うと、アウトサイダーズワールド今回の作品の方が僕は好きでっていうのはあの物語の、入り口になった主人公の辛さ、あの彼女がどういう、状況に今置かれているのか、そしてその状況の時にどういう風な感情を持っているのかっていうのがすごくあのリアリティを持って描かれたんで僕はこちらの作品の方がいいなというふうに思いましたね。はい、というわけで次の、ゲストはサタフさんです。よろしくお願いします。サタフさん、僕の先輩になって今年で何年目、入社だからもう丸だから13年目ぐらいになるのかな。13年目、橋本さんが11年目だから今13年目だね。14年目じゃないですか。え、そうですよね、14年目だ。14年目ですよね、そうですよね。14年目ですよね。丸13年いて14年目ですよね。で、もうすぐ丸14年になろうとしてると。なるほど。そうですよ、デーベテランだと。それ元ネタ達成でしょ。どうですか、13年間週刊少年マガジンでどんな作品を担当されてきたんですか。あ、ヒルノソラとか、はいはい、今でも担当してますけど、はいはい、ダイアナエースとかもね、はいはい、あ、もう一緒にやってますけどね、はい、ドメスティックな彼女とか、はい、あの例えば、ドメスティックな彼女、さすが圭先生、もう大人気作家だと思うんですけど、うん、
ずっと、まあ、新人さんの時からそう、ね、持ち込みの時から、はい、そうそう見てて、うん、でグッドエンディングやって、うん、その後今ドメスティックの話をやってるじゃないですか。その新人作家さんをヒットに導いた、うん、そのなんか秘訣みたいなのって何かあるんですか。うん、一つはまずマメに連絡ってことだな。マメ、うんうん、にね、もう本当に、はい、1週間連絡なかったらどうしたと、はいはい、書いてないのか、書いてないのかって、そういうマメに連絡をするのは心がけたんですね。なるほど。あとはまあやっぱりどこがこう長所なのかとか、はあはあ、そういうのを日々考えるようにして、はあ、まあ、提案するとなるほど。新人さん時代にさすが先生の持ち込みを見た時に、うん、なんかあれだったんですよね。ファンタジー、そうそうそう、ファンタジー、和風ファンタジーみたいな。藤田和弘先生がすごく大好き、はい、後ろの虎が大好きで、はい、まあ、サンデなんですけど、はい、でそれで漫画家を目指したみたいなこともあって、はい、割とファンタジーから入ってたんだけど、はい、なんかもしかしたらこう女の子が描いた方がいい、はい、いいものになるじゃないかと感じて、ちょっと描いてみてくれないっていう感じで出ました、ね、なるほど。投稿作品見てて、うん、持ち込みした作品とか、まあ、いろんな作品見てて、うんうん、この人女の子可愛いなみたいに思った、まあ、絵は上手いなと思ってたんで、もっともっと画力は高いなと思って、うん、で割とファンタジーっていうその架空のものを描いてた時に、はい、ちょっと一旦リアルめの絵とか、はいはい、いわゆる普通の女子高生みたいなの書いたらどうなのかなとかいうのをちょっと見せてもらいたくて、なるほど、なるほど、まあ、お願いしてパーッと5、6人雑誌ファッション誌のモデルみたいなのをパーッと5、6人書いたんですけど、はい、結構ね、バチボコうめえなと、バチボコうめえ、はいはい、うめえなと思って、それで、はい、あ、じゃあちょっと新人賞の次の作品は恋愛漫画やる、はい、他ようなのをメインに考えましょうって、はい、それでもこうとか、はい、なるほど。じゃあやっぱりその新人作家さんにとって、うん、その自分の武器を見つけるっていうことはとっても大事ってことなんですね。まあ、そうだよね。そうですね。やっぱりあれですか、かなりたくさんコメントも前にされてると思うんですけど、うんうん、そのマガジンデビューで漫画読むときもこの人の武器はどこかなっていう目線で見てるて、うん、やっぱそれは見るよね。なるほど。やっぱ全然どこかなっていうのを見て、うん、まあ、そう、武器、自分が武器だなと思ったところはここがいいですねって言って、なるほど、なるほど、ここから攻めたらどうですかっていう感じはありますけどね。今のところ担当してる作家さんがマガジンデビュー上にいないんですよね。今後やっぱり担当局していくぞっていうやっぱり気持ち、いや、もちろんもちろん、それはもうビビッときたら、なるほど、していくぞ、その時ってそのサタフさんが、はい、いやこういう人にどうしても担当希望しちゃうんだよなって人ってどういう人になるんですか。どういう人、なんか原稿からやる気がにじみ出るようなね、こういう、なるほど、熱いやつ、はい、まあ、確かにもう、さすが先生って新人さんの頃からとんでもなかったですよね。クオリティーですね、クオリティーが、うん、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ真面目に書いてるなっていう、そうそう、手抜いてない感じがね、すごかった、やる気あるなんて、はいはい、大変な世界なんだよな、はいはい、やっぱやる気が大事だと、まず大事だと、なるほど、うん、マガジンデビューやってて、今のなんかこう、ユーザーさんに対して何か伝えたいこととか何かありますか。で、さっき例えば、オツくんなんかは、うんうん、もっとボリュームな作品をどんどん投稿してほしいんですっていうのが、それは確かに一緒かな、ちょっとやっぱりページ短いと、はい、正直、まあ、絵柄ぐらいは見れるけど、はいはい、まあ、内容についてはちょっとやっぱり喋りづらいし、なるほど、なるほど、そういう意味ではなんですか、ね、武器っていうのもつまり絵もうまさいから、はいはい、分かんないっていうのが、なるほど、いや、そんな感じですね。とにかくいろんな作品、ボリュームがあってもなくても、うん、どんどん投稿してほしいと、まあ、まずは投稿してほしいですけどね。なるほど、まあ、投稿してくれてさらにボリュームがあるとより僕らも、まあ、言いやすいってことです。なるほどですね、うん、しやすいってことですね。そうですね、まあ、例えばですけど本当に4ページとかの漫画であっても、うん、もう4ページ ×3 とかね、うん、で12ページ投稿するとか、うんうん、まあ、いろんな短い漫画でも投稿の仕方があるので、うん、まあ、いろいろ工夫してほしいですね。そうですね、してぜひどんどん投稿してほしいです、うんうん、いや本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでまた、別のですね編集者の方が来てくれました。じゃあお名前を。はい、週刊少年マガジン編集部吉村と申します、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉村君は今キャリアでいうと何年目ぐらいになるんですか。今3年目で4月になって4年目、ね、4年目、じゃあ丸3年って感じですね、はいはい、今の担当作でいうと何になるんでしょうか。今担当作は、はい、ベース作少年マガジンの29歳独身中堅冒険者の日常という作品と、はい、将棋のためのウェブ作品と、あと、まあ、事後予告を告知したり、まあ、週末にも漫画ポケットをしたりしてるんですけど、宮島がお知らせしますというのが、はい、あと漫画ボックスのポイントを担当させていただきます。なるほどですね。その結構ですね、ラブコメからファンタジーからいろんな漫画を、ね、作品担当されてるんですけど、はい、実際、好きな漫画っていうとどんな漫画になるんですか。おばあちゃんちに置いてあったドカベンを読んで、はいはい、漫画にハマって、なんで一番最初に買った漫画ドカベンのプロ野球編の第1巻です。はい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 。まあ、ドラえもんとかいろいろ昔の漫画が置いてあって、そこから漫画読み始めてっていう
で漫画好きになってっていう。そうですね。なるほど、はい、どうですか、今もいろんなジャンルの漫画好きっていう感じなんですか。そうですね、結構雑食系で偏ったジャンル読むって感じのことはあまりしてないか。なるほどなるほど。そんな中で、まあ、オールジャンルどんな漫画でも好きだぜっていうような吉村さんが、まあ、マガジンデビューでいろんな作品投稿されるじゃないですか。で読んでる時にどういう風なポイントをその重視して読んでるんですか。なんていうかドヤ感というか。ドヤ感、これがいいだろうみたいな、はいはいはい、なんか自信を感じるようなコマがあるとか、はいはい、この例えば4コマのモチーフめちゃめちゃ面白くないですかみたいな、はいはい、ちょっと自信を感じるみたいなのが結構好きだった。その原稿の書きっぷりから自信がにじんでるといいと、はい、そうですね、まあ、原稿だったりセリフとか、はい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 、なるほどですね。じゃあ割とあこの人この書き方自信ありそうだなっていう人に担当希望も出してるっていう感じなんですか。そうですね、まあ、単純に話が面白いとか担当希望出したりするんですけど、うんうんうん、この人ここ好きなんだろうなって分かりやすかったりするとなんか話とかもしやすいかなって気がするんで、うんうんうん、担当希望出したりすることも多いです。なるほどですね、はい、今マガジンデビューを、まあ、毎日読んでいて、はい、こうマガジンデビューの今、投稿してくれてるユーザーさんとかに何か、メッセージとか何かあります。メッセージ、まあ、まあ何でもいいんですけど、 あるいはサイト毎日見てて何か思うこととか。多分ねまだね野球漫画の投稿ってなかったんじゃないかな。まあドカメが好きって言ったからあれだけど、はい、だからそれこそスポーツ漫画もっと読みたいんですよでもいいですし、何かあります、なんか普段思ってることとか。あ、まあ、確かにスポーツ漫画ないんで読みたいなって思うし、うんうん、まあジャンルで言うと僕は結構ホラーとか最近なんか興味があってたまに投稿されてる人とかがいて。そうですね、ホラーが直接意外とそのマガジンのショーとか読んでてホラーってあんまないかなっていう気が。ああでもそうかもしれない、デビューであホラー漫画載ってるとちょっと嬉しかったりとか。なるほど、なるほど。あ、じゃあもうそれこそ本当にもうホラーでも何でもいろんなジャンルを読むからもういろんなジャンルがあればあるほど嬉しいって感じなんですね。そうですね、なるほどな。確かにあの新人漫画賞だと不思議にホラー漫画少ないですね。あんまりないです。サスペンスがたまにあったんですよ、うん、ホラーっていうのはあんまりないですね。確かに確かに、なるほど。じゃあまあいろんなジャンルを送ってくださいっていう感じですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。はい、というわけでですね、また、若手の編集の方に来てもらいました。じゃあまずお名前からお願いいたします。週刊少年マガジンの米田です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで、米田さんなんですけど、はい、今はキャリアでいうと何年目、今は3年目ですね、マガジン配属の、はい、ってことは、丸2年やって3年目だから、さっき、お話を聞いた吉村くんの1個下になるんですかね、はい、いや、吉村とは、ね、同期なんですよ。同期なんですか、はい、ちょうど一緒に入ったぐらい。あ、なるほど。そしたら、どっちかが嘘ついてたんですか。さっき吉村明確に4年目だって言ってたけど我々は3年目です。3年目です。あ、じゃあ、吉村が嘘ついてたんだ今はどんな作品を担当されてます。今はマガジンだと、はい、ダイヤのエースとか、はい、ランウェイで笑ってっていう作品とか、はい、踊ってみたを題材にした八条カーニバルっていう漫画を担当してます。なんかあれですよね、なんとなく印象なんだけど米田って、はい、あんまり短い漫画やらないよね。まあそうですね、なんか結構がっつりした漫画ばっかり読んでた担当するイメージがあるわ。だからラブコメとか実はやったことがなくて、ないよね。この前にやってたの、ね、神様の言う通りにって漫画もやってたんですけど、それも長いんで、しっかりしたストーリーだし、しかも結構あれはね人が死ぬしね。そうなんですよね、なんかその重厚なやつをすごくやるイメージがありますけど、米田さんもマガジンデビュー、はい、毎日使っていていろんな作品読んでると思うんですけど、はい、どの辺を注目してます、作品の。僕はですね、はい、まあ、ちょっと担当規模させていただいた方の皆さん特徴があって、はい、何作か投稿されていくうちに、まあ、定期的に上げてて、はい、1作目より2作目、2作目より3作目が絵がちょっとでも進歩しているかなっていうのを見るようにしています、うん、で、少しでも変化があったり構図に凝っていたりする、うん、なんだろう、チャレンジングなところが見えたら積極的に担当規模を出すようにしてますね。じゃあ結構米田さんのスタンスとしては割と、はい、その作品その作品の独立で見るっていうよりかは線で見てるっていうような感じ。そうですね、特に新人さんの場合はですよ、ね、僕もですね割とね線で見ちゃうタイプなんですけど、あのね、たまに投稿してる方で
その例えば昨日投稿して今日も投稿してて昨日見たやつと今日投稿したやつで、あれ今日投稿したやつの方がなんかちょっと昨日投稿したやつの方が上手じゃねえかなみたいな、ね、でそしてコメントしてみると、あ実は昨日投稿したやつが最新作でこれは1年前なんですみたいな時があるんで、そうですね、確かに投稿するときにこれいつ書いてるかが分かったりすると確かにいいかもしれないですね。そうですね、いつ制作って分かると、うん、こっちも見やすいですね、見やすくなるかもしれないですね。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。はい、というわけで次はですね、また漫画を読んで、コメントしていきたいと思います。今まではですね、結構新着のところでですね、まあ、一番新しい新着の漫画だったり、新着のところで上がっていて、かつその作家さんの漫画を以前読んだことがある、作品だったりを、拝見させていただいたんですけども、ちょっと次はですね、閲覧数の方から行ってみたいなと思います。閲覧数、一番、最初にですね、トップの、報復の茜団地、こちらはですね、先ほど一番最初に、コメントしましたけど、これはですね、実は僕はもう読んでて、コメントもですね、もう残ってるんですよね。ちょっとですね、下の方に行って、この3位のですね、おかみ、この作品まだ僕、読んでなくてコメントも残していたいので、ちょっと皆さんと一緒に読んでいきたいなと思います。作家さんは愛さんという方ですね。まあ、扉絵がすごく可愛い、期待感、可愛い漫画になりそうだというような期待感がありますね。はい、行こうと思います。なるほど。一番最初の扉を見る限りでは可愛い女の子が出てきて、可愛い女の子をめでる漫画なのかなと思いきや、読んでいくと結構ですね、しっかりとしたそのスポーツ漫画になってるんですよね。でこの一番最初のこの、まあ、入りのですね、つかみのギャグがあって、その謝罪なぞいらんと、おかみが体で払ってくれって話になって、でおかみが体に払うってなって、そんな青年史的展開、ここはマガジンデビュー少年誌ですよと思ったら、おかみはですね、卓球の有名選手で元、そしてその卓球の腕にですね、挑戦したいチャレンジャーが、たくさんいるっていう風な、これがつかみのギャグになってるわけですよね。でなるほど、卓球漫画なんだっていうことを読んでいくと、まあ敵が現れば政府のものだということで、2人の人が、キャラクターが新しく登場して、で、このですね、宿を、まあ潰してしまうぞと、話を持ってくるわけですよね。区画整理の話を持ってくる。そして、この区画整理の話を持ってきたところでですね、意外とですね、この区画整理をするにあたって旅館が繁盛してるから、意外と話がスムーズにいかない。なんで、私たちがあなたの人気を、減らすために、チャンピオンじゃなくしてあげましょうということになって、卓球対決が始まりますと。で卓球対決してみたら、敵がですね、テニスのチャンピオンだったので、なかなか強くて、その上途中からですね、まあダブルスになっていくぞと、ということですね。でここで、主人公がこの勝負になんて巻き込まれていくわけですね。で、主人公は一生懸命働くんだ、一生懸命修行するんだけども、見込みがありそうかと言われるといいやというふうな話になってしまうと。まあ、ここでですね、まあ、主人公と、おかみの絆が深まるような描写があって、決戦の日を迎えますと。で、主人公の、ライバルたちというか敵ですね、敵は勝利に非常に執着していて、強い意志を持っている。で最後勝負の球を、主人公たちのペアが返して、勝利すると。で一番最後は、おかみの揺れるおっぱいが最高だというですね、突然どうしていきなりお前しもれて言い始めたなというような、突然セクハラし始めたなというような、驚きもって ありつつ締めるんですけれども、まあやはり全体的には可愛い漫画だったなというふうに思います。やっぱりですね、キャラクターのその描きっぷりというか、あこの作家さんすごく可愛い女の子が好きなんだ、そしてちょっと言い方もあれですけど、この おっぱいも好きなんだなというのが伝わってきて、やっぱり、原稿自体にフェチがあってよかったですよね。その上で若干気になったのは、一番最後ですね、勝負が盛り上がっていくんですけれども、このですね、その主人公がこの前のページではですね、彼は見込みはなさそうだっていうことを言われているんですよね。その子がですね、非常にいい勝負をしていて、でそれがなんでなのかっていうのがちょっと分かりづらかったんですよね。さらに言えば、その、主人公の頑張りが伝播する形で、おかみがですね、
いいショットを決めるんですけど、やはりこの辺がねちょっとキャラクターの気持ちが高まっているというふうなちょっと勢いというか、まあその分気持ちよく読めるってところもあるんですけど、なんで勝てたのかっていう風な説得力が若干薄くてですね、なぜ勝てたかっていう風な説得力がないと、勝ったっていう時に実は気持ちよく読めないっていうところがあるんですよね。そうか、こういう風な工夫をしてこういう風な努力をしてだから勝てたんだ、こういう風な戦略を持って彼にはこういう風な狙いがあってだから勝てたんだっていう風にならないと、主人公のキャラクターが明確に敵よりも上だっていうことが伝わりづらくて、なんとなく強い思いを持っていた方が、あるいは大きなセリフでかっこよくわーって言った方が勝つみたいな漫画になってしまうと味わいが薄くなってしまうというか、うわ勝った、主人公よく頑張った、勝てて嬉しいなという気持ちが実は味わいづらいというところがあるのかなと思っていて、でこの漫画はですねちょっとそういう風なやや勢いが良すぎたがゆえにそこまで入らなかったっていうところが残念だったかなというふうに思います。作品自体はですね、絵自体はすごく可愛いし、物語の展開も例えばそれこそ途中でダブルスになってさらに主人公が巻き込まれてっていうような展開もたくさんあってですね、物語自体の読み応えはあるんですけれども、最後の最後のやっぱ勝つところ、主人公たちが勝利を収めるところに何かもう一味欲しかったなというところがありますかね。またですね、新たな、若手編集者が来てくれました。まずはですね、自己紹介お願いします。週刊少年マガジン編集部の中田です。はい、中田さんよろしくお願いいたします。中田さんはキャリアで言うとどれぐらいになるんでしたっけ。今3年目です。3年目、はい。3年目ということは、さっき、米田さんとコメントもらったんですけど、はい、同期っていうような、そうですね、ですね。なるほどなるほど。3年やられてるってことなんですけど、今はどんな作品を担当されてるんですか。今は週刊少年マガジンだと、はい、風花と、はい、真子さんは死んでほしいです、うん、なるほどの2作です。2作別冊少年マガジンだと100万の命の上に俺は立っている、あと君が死ぬ夏、ね、はい、で漫画ボックスで異常者の愛で、マガジンポケットでこいつ俺のこと好きなのか。なるほど。こう結構その今までもいろんな人に今話聞いてたんですけど、はい、割とそのいろんなジャンルを担当するんですね。確かに真子さんは死んでも自立しないと異常者の愛、作家さん同じだけど全然違うもんね、作風で。いや全然違いますよこれ本当に、はい、もうすぐ単行本が4月の17日に出るんですけど、真子さんね、真子さんの一巻が、はい、ぜひ異常者の愛と真子さん並べて読んでみてほしい、はいはい、いや実際どうなんですか、好きな漫画でどんな漫画になるんですか。好きな漫画は、はい、僕が一番好きなのはイニシャル D です、ね、いやもうね本当にね、高難所社員の鏡、もう今までねいろんな人が来てね、いろんな人にね同じ話聞くんだけどね、はいはい、まあ高難所の作品はねなるほど、そんなことがあったんです、ね、そうまあなんか平気でキングダムとか言うからイニシャル D が好きなんですか。もう世界一面白いですよこれ本当。読んでない人読んだ方がいい。好きなキャラクターは、好きなキャラクターはまあ高橋涼介ですかね。高橋涼介、赤城の白い水星、赤城の白い水星、そうその別名ね、赤城の白い水星って言われてかっこよすぎます、はい、レッドサンズのね、レッドサンズのリーダー、リッドサンズのリーダー。まあ、イニシャル D って言ったら車漫画じゃないですか。そうです、ね、なんかあれですか、そういう風な漫画やりたいなみたいなのもあったりするんですか。今ないじゃないですか、週刊少年マガジン、モータースポーツの漫画ってないんで。ないですね、やりたいですね、ぜひ。でもなんかやりましょうよって何回か提案したことあるんですけど、ね、はい、ああ作家さんに、はいはいはい、作家さんに提案したんですけど、はい、バイクとか車とか、はい、そういう機械系を描くのってすごく難しい、うん、そうなんですよ、僕らが思ってる多分数倍数十倍難しいみたいで、うん、そうですね、あとそんな中田さんみたいな熱量ないっすって言われることが多いですね僕が、まあ、そうですね、ここがこの流線形の部分がかっこいいんですよね。ああそうなんですね、あ全然ピンチしない、まあ、じゃあ無理だね。だったらその作家さん書かない方がいいです、ごめんなさい、そうだね、いつも僕が謝るんです。そうだね。でもあれですね、そのマガジンデビューにもやっぱモータースポーツの漫画やっぱ今まで一本もないから欲しいですよね。確かに、ぜひ投稿してほしいですね、うん、マガジンデビューね。サブチーフとして今思ってることとか何かありますか。毎日コメントされてますけど、はい、今思ってることではないんですけど、はい、サイトがオープンした直後にこれぐらい来ればいいよねっ
って言ってた投稿の目標数字みたいなのがあって、うんうん、それの2倍ぐらい来てて、その当初1週間だけの話ですけど、はいはいはい、でそれはもうとっても嬉しくて、確かに、で、まあ、いっぱい使ってもらって、でこんなとこ使いづらいですっていうお話も結構いただいたりはしてるので、うんうんうん、あのそれは今後逐一修正していくので、うん、マガジンデビューでどんどん使いやすくなると思います、うん、いや本当にたまに修正入ってたりするんで、あと面白い漫画も多いなっていう感想は、いやでも書いて起こしていただいて、これ言うかどうか迷ってるけど、じゃあ言わない方がいいっすよ、言っちゃうか、でも言っちゃうか、どうすか、マガジンデビューの面白い漫画大体担当中田問題っていうのがあるな、あそれは僕が、あの担当希望申請出させていただいて、必要ないと、いやいや出させていただいて、その作家さんがぜひって言ってくださったので、なるほど、いやでもね本当にね、あの中田さん実はあのすごい担当する作家さんが多いんですよ。今まで、ここで話聞いた方ってあの例えば1人か2人だったりするんですけど、はいはいはい、中田さんの場合はもうこの担当作家の登録のところに5人以上、作家さんがもういらっしゃってて、それがもうちょっとすごいなと思うんですけど、どういう基準でこう担当したい希望出そうって思ってるんですか。あその作品を読んだ時にどこを見てますかっていう、ね、まあそういうことですよね。なんかどっか一箇所でも尖ってるところがあったらいいなとは思ってます、うん、つまりこれを書きたいんだっていう主張が入ってるなって思う作品は僕はすごく楽しく読ませてもらうので、うん、あとそういう人って上手くなりそうって勝手に思ってるんで、まあなるほど、表現したいものがある人の方が、あそうですそうです、上手になるっていうような感覚がなんとなくあると。そうです、まあ、さっきの話じゃないですけど、はい、あの別に僕が車の話をして、うん、ふーんって言ってる人には絶対車の面白い作品なんて書けないじゃないですか、うんうん、でも逆にその人がもう車のここが超面白くて、ここが細かいところが超かっこよくてって言ってる人の車漫画ってやっぱ読んでみたいじゃないですか、うん、なんかそれと近しい何かここを見てほしいっていうのがある作品に対して担当希望申請は出させて。なるほどな、じゃあもう本当にああこれが読んでもらいたかったんだなっていうのが伝わった時にもう担当希望のもうクリックをしてる。そうですね。どうです、ちなみにそのサブチーフとして今の現状のこのマガジンデビューのその問題点というか何かありますか。問題点はまあ今どんどん改善してるって話もありましたけど、まあ、これ半分嬉しい悲鳴でもあるんですけど、うんうん、藤川さんがとにかくコメントしてくれるっていう、もうねこれ問題でもあるんですよ。右の欄が全部藤川さんが土下座してるので埋まっちゃうんですよ。俺のこれ誰のサイトみたいな。まあ確かにそのちょっとこれはね俺もね若干自慢させてもらうけど、やはりそのマガジンデビューコメントにそのいいねみたいなボタンがあるんで、ね、そうですね、そのいいね数編集部1ですから。ああ今 Now Now もう159です。159戦闘力159です、ね。まあ、そうそう、もうこの数値で なぜかそのマガジン編集部それぞれ編集者の戦闘力となぜか読んでこれで今比較し合うみたいなカルチャーがちょっとずつ生まれてたるっていうね。今は、コンペっていうのをやるじゃないですか、はいはいはい、連載コンペをやるぞっていうのがあるけど、例えばそのサブチーフとしてこれは実現できないとかもあるんですけど、はい、今後こういうことをやっていきたいっていうのは例えば何かあったりしますか。まあ夢で言うと、うん、やっぱりマガジンデビュー出身の作家が、うんうん、どっかうちのマガジン編集部の媒体で連載してくれるのが、ああそうね、でそれがね大ヒットするっていうね。その一応今コンペでやるのは、うん、掲載コンペなんで連載とは言ってないんですよね、うん、でそれはもしかしたら連載になるかもしれないです、はい、もちろんそれがね本当連載になって大ヒットしようものならっていう。そうです。なるほどな。いやでもマガジンデビュー初のねそのヒット作品っていうのはやっぱりね本当目標というかね絶対出したいよ ね。もうなんならねその10年後の週刊少年マガジンは全員マガジンデビュー出身ですってなってると、なるほど、すごいな。なるほどね。あのマガジンデビュー班とはまた違うその新人賞チーフがいるわけじゃないですか、はいはい、あそこのバチバチでやっていくぞと。もうあの紙の新人賞食い潰します紙の新人賞多分もう1年くらいなくなっちゃう。やめろよマガジンデビューのおかげでやめろよまあ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 、なるほど。でもそれぐらいの勢いでやっていくし、もうどんどん作品を投稿してくださいってことですね、はいはい、そうですね。で、僕が今担当させて、マガジンデビュー上で担当させていただいている方ちょっとやり取りをさせてもらってるんですけど、うん、やっぱ聞くと遠方在住の方が多くって、やっぱりその初めに狙ってた通りというか、うん、遠方から持ち込みになかなか行けないよって
っていう方が利用してくれてるっていうのはちょっと嬉しかったですね。なるほど。まあちょっとお会いできないのでなかなか寂しい面もあるんですけど、やっぱり仮にですけど、例えば、中田くんは福岡出身の、福岡出身です。でね、あの仮にね編集部に来て持ち込みしようって思ったらね、最安で、あれかい、博多方かい、あの深夜バスの、あ、そうですね、深夜バスだと西鉄さんかなんとかのね、多分深夜バスでもまあ普通に1万以上数万、1万はかかりますね。かかるじゃない、満単位の出費ってね、でかいからね、無理ですよ本当にね。そういう意味ではね、あの遠方の方もね、あの全然あれですし、あとやっぱりウェブなんでね、24時間できるから、あ、そうですね、いつでもっていうのは。あとこのこれちょっと俺言いたい、え、やっぱそうだよね、これ言いたい、これちょっと今いいですか、カメラ回ってますちゃんと、西島先輩のアイコン、かっこよすぎません、これ誰状態なんですけど、なんだろう、こんなのうちの編集部にいられないですよ、こんな人。明らかにそのヤングマガジン顔じゃん、江口先生が書かれたらしいんですけど、どういうね、西島がね、ディレクションでこれを書いてもらったのかっていうのはちょっと気になるよね。何を見せたんでしょうね、もしかしたらその江口先生と西島さんがお会いしてなくて、電話だけで俺の写真これだよって LDH の写真、 LDH の方の写真を送った可能性ってありません、これ。ちょっと僕消せないですね、消せないんで、いや、そのね、あのね、俺もね、やっぱこれに関してちょっと消せなくて、ただ単にイマジナリーにかっこよくなってるっていう。これもう西島さん、もっとこの顔をね見たいっすよね、コメント欄でいっぱい。そうだね、並んで、ね、あ、それはもう先輩批判だ、並んでこうなんかここを回り出したりするじゃないですか。無理にボケんでいい、他なんかあのマガジンデビューのユーザーの皆様とかにメッセージとかありますか。あ、漫画投稿サイトなので、なんとなく皆さんその漫画家志望向けのサイトだと思われがちなんですけど、もちろん漫画家志望の方に向けたサイトであることは確かなんですけど、それとプラスして漫画読み向けのサイトだとも思ってるんで、この漫画を読んで楽しい、これ1楽しい目です。2楽しいは編集部員のコメントを読んで2楽しいっていう、この2段階の楽しみがあるサイトってなかなかないなと個人的には思っているので、あのぜひ、漫画を読まれる専門の方もサイトにたくさん遊びに来てくれると嬉しいなと思います、うん、で、なるほどね、ここで見つけて、あ、俺この人の作品面白いと思ってたんだっていう作家が例えばマガジンの本誌とか別マガとかでデビューしてるのを見てちょっとニヤニヤできるじゃないですか、うん、この人俺目つけてたぜ、なそういう楽しみ方もできるかなと思ってるので、ぜひいろんな人に来ていただきたい。そうですね、まあ作品をシェアする機能とか、応援してるっていう期待をするボタンとかもありますんで、そういうのをどんどんやって好きな漫画見つけたら、広めてほしいですね。そうですね、シェアとかぜひしていただきたいですね、うん、あと全然関係ない話していいですか、うん、マガジンデビューってちょっと長いんですよね、はあ、略称を考えたいと。で僕はずっと一人でマガデビって呼んでるんですけど、誰一人として浸透してなくて、僕メール打つときもちゃんとマガデビ案件ですって打つんですけど、返ってくるメールは、あ、マガジンデビューの案件ですね、了解しましたって返って、この寂しいので、ぜひ皆さんマガデビと呼んでほしい、ぜひ。中田君って俺本当に普段から思ってたけど、推し強いよ。割と突っ張るタイプだよ、やっぱり、ね、これぐらいまで話してみないと人となりって分かんないね。どんな人ですかね。やっぱりね、推しが強いタイプ。いや、でも本当にありがとうございます。このサイトのね、作者と編集者の距離が一番近くなるっていう風なサイトの放送としてはすごく良かったと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。はい、はい、というわけでですね、今、22時を迎えました。3時間ですね、編集者の人、5、6人、7人ぐらいですか、紹介と、あと作品にもですね、3作品コメントさせていただきました。まあですね、こういう風なマガジンデビューというサイト、3月に、できまして、まあ今ですね、およそ1ヶ月弱経ったんですけれども、本当にですね、面白い漫画どんどんですね掲載されていますので、これを見ている漫画を描かないよ、漫画を読者だよという方もですね、チェックしていただきたいですし、漫画を描いている、でさらに言えばその、まあ、今日ですね、編集者の、人たちの、話から
お分かりいただけたと思うんですけども、もっと面白い漫画を描くにはどうしたらいいんだろうっていうような疑問に、なかなか相談する相手がいないとか、新しい意見を聞いてみたいとか、そういうふうなことにもですね、このサイト、使えますので、漫画投稿する方も漫画見る方もぜひですね、毎日チェックして、で漫画投稿される方は、どんどんですね、新しい作品を、このサイトに投稿していただければと思います。それにですね、我々一生懸命コメントを尽くしていただきますので、どんどんですね、面白い漫画をですね、世の中に発信していきたいなと思っております。それではですね、そんなところで今回放送終了ということになります。皆様ご覧いただきましてありがとうございました。さようなら。